インターリーグあるいはインターカンファレンスとは、北アメリカの4大プロスポーツリーグなどの大会、等において、異なるカンファレンスに属するチーム同士が対戦する、交流試合のこと。日本では転じて、プロ野球のセントラルリーグとパシフィックリーグのチーム間や、プロバスケットボールの東西間での交流戦のことを、言う。北アメリカでは、4大プロスポーツリーグの内アメリカンフットボール、 アイスホッケー、バスケットボールでは長い間唯一それが取り入れられていなかった。しかし1994年から1995年の MLB ストライキでファンの野球離れが深刻になったことを背景に交流試合を開催してほしいという要望が多く寄せられるようになった。それまでメジャーにおけるイリーグ戦はオープン戦と両リーグの優勝チームが直接対決して 年間王座を争うワールドシリーズのみとなっており、原則としてシーズン中は同じリーグに所属するチームとの対戦のみとなっていた。また、DH 制度の有無など、アメリカンリーグとナショナルリーグは、それぞれの文化も微妙に異なり、また互いの対抗意識も強かったことから、公式戦レギュラーシーズン中のインターリーグ開催は、従来では困難とされた。 その後1九9七年に新規ファンの開拓を目指してアメリカン・ナショナル両リーグの東地区同士、中地区同士はどちらかのホームで三試合の、計十五試合、西地区同士のミホームとビジター格2回ずつ四試合、計十六回試合のインターリーグが実現した。これでサブウェイシリーズやウィンディシティシリーズ、さらにはフリーウェイシリーズ、ベイブリッジシリーズ、シトラスシリーズなど、 同じ都市や州を本拠地とするチームによる直接対決も実現し、これまでワールドシリーズでしか実現できなかった魅力ある高カードを提供し、野球ファンの共感を集めることに成功した。さらに2001年からは、同一地区との対戦以外にも違う地区との対戦も行われるようになった。ただし、米国のインターリーグは日本における、 交流戦と異なり、すべてのチームと対戦することはない。そのため一つの球団が、成績上位の相手とばかり試合を行うことが少なく、ない。また、同一もしくは、近隣の都市、地域の対戦カードは、観客動員が期待できるため、これらのカードは、優先的に、ホームとビジターで、計六試合とも行われることがほとんどである。2007年の対戦カードでは、 記地域的なものとして記載されているものがすべて6試合ずつ行われている。したがって1試合も組まれない対戦もあれば6試合も組まれる対戦もある。これには上記のインターリーグ開催に至る経緯に伴い工業面での効果を最優先としていることや2012年までアメリカンナショナル両リーグで球団数2歳があったことさらにチーム数が多く 国土も広大な米国で全ての組み合わせを網羅した交流戦を行うとなると選手、球団やファンに多大な負担を強いかねないことも要因の一つとして挙げられる。しかし MLB においてもこのような不均等な対戦方式に対して改善を求める意見も少なからずある。2013年シーズンよりヒューストン・アストロズがアメリカンリーグに移籍したことにより 両リーグともに、奇数の十五チームとなったため、各節最低一カードは、インターリーグが組まれるようになった。また、この年より一チームごとのインターリーグの試合数は二十試合となった。通算成績は二千二十年度終了時点。ただし、日本における交流戦とは異なり、インターリーグにおいての優勝チーム決定制度、最高勝率チーム、勝利リーグに対する表彰制度、 勝利リーグに対するドラフト優先指名権付与は一切存在しない。NFL においては NFC と AFC の間においてインターカンファレンスが行われている。別カンファレンスの1ディビジョン内4チームと1試合ずつの総当たりで対戦する。相手ディビジョンは4年周期で変わる。日本野球機構ではセントラルリーグとパシフィックリーグそれぞれに所属する。 チーム同士が対戦するセパ交流戦が2005年から行われている。2005年度から2軍のイースタンリーグとウエスタンリーグの交流戦も始まった。これは大阪近鉄バファーローズが合併により消滅し、東北楽天ゴールデンイーグルスが新規参入したことにより、イースタンが7チーム、ウエスタンが5チームといずれも奇数チームで行われることになり、 必ず1チームずつ試合が組まれないケースが生じることを考慮して行われるもの。1軍の交流戦と違う点としては全てのチームとの総当たりではないため、随時対戦カードを決めて行われる。なお交流戦の成績は1軍と同様にそれぞれのリーグ戦の成績にそのまま反映される。2007年からイースタンリーグチャレンジマッチが開催されているため、 ウエスタンとの交流戦の試合数は激減している。なお、2011年からイースタンウエスタンのそれぞれの同一リーグ間の試合数を維持し、これにプラスして交流戦を随時行うことになった。従来通り全部との総当たりではなく随時、対戦カードを決めて行うこと、また交流戦の成績はそのままリーグ戦にも反映されることには変更がなく、同一リーグ間の試合、 交流戦の試合の成績の合計で争うことになる。特に5月のセパ交流戦前後には宮崎県を舞台とした宮崎サンシャインシリーズと銘打った交流戦の集中開催がある。ジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグは東、中、西の3地区に分けられており、初年度の2016から17シーズンは各クラブ60試合のうち、 立区十2チームと2回戦争あたりで行っていたが、2017から18シーズンからは2回戦争あたりプラス6試合に変更される。B リーグの前身の一つ、日本プロバスケットボールリーグにおいては、東西カンファレンス制に移行された2007から08シーズンより実施。2007から08シーズンは1対戦につき2試合ホームアウェーで行われたが、 球団数が増えた2008から09シーズンからは1、対戦につきどちらか一方のホームで2試合開催されていた。espn.go.com、メッツハブタフインターリーグドローズ、B リーグが、来季のレギュレーションを発表、川崎と SR 渋谷の東地区移動が決定。バスケットボールキング、 h t t p s b a s k e t b a l l k i n g j p n e w s j a p a n 2 0 1 7 0 6 0 8 1 5 7 5 4 h t m l c x t o p ル o p i クスありがとうございます。